なんだろうな。どうでもいい友達はいらないと思っているのは、どうでもよくない友達が欲しいからなんだろうなとはだんだん分かってきた。何年付き合っても結局の知り合い、便利だから今都合がいいから、付き合ってるだけなんじゃないかと。そしてあっさり別れる。なのかな、でも話す相手には困らないし、話しければよそに